つも通りの日常を、本当にいつも通りの変わり映えのない日常のとある一日。そしてあと1時間後に会議に参加していただいたら、次はアリシア様の班の仕事を見学して。聞いてます。なあ、ソルテ、俺は働き続けて何日目だ。いや、詳しい日にちは覚えていませんか。もう余裕で100日超えてるよ。しかもこの1日48時間制度のこの帝国で。はあ、ですが皆さんも休まずに働いておりますし。ガッセロイ、そりゃ上が休みを与えなかったら休まねえだろうがい。どこの区長ですか。とりあえずこの勤務体制を管理している奴は誰だ。メリア様ですが。よっしゃ、ちょっとメリアを呼べい。あの鬼畜体力バカに直談判ぜい。とうとうある日が暴走した。主人なんですか。私を呼んで。一応私が動いたらアリシアとかコトカも一緒に動かないとダメですから、要件はすいませんが手短に。今日は全員休日だ。はい。メリア、この帝国に休日制度はあるのか。やだなご主人、私たちは神ですよ。休みなんてあるわけ。やはりお前のその考え方が諸悪の根源か。いいか、よく聞け。俺たちはかなり疲れてる。たまには一日中寝たいし、ゴロゴロしたい。ぶっちゃけ休みが欲しい。ほら、帝国は時間をいじって1日48時間制にしただろ。ならせめて休みは細かく挟んだ方がいいと思うんだがどうだろう。いや、でも仕事はたくさんありますし、皆さんも元気そうですし。元気そう。そう思うならあれを見ろ。二人とも元気出すのじゃ、元気出すのじゃ、我はより老けておるぞ。せっかばあさん、風が程よくていいのう。せっかばあさん、うちの席はええじゃろう。いや、確かに持つのじゃ、二人はまだ10代じゃ、若いぞ、全然若いぞ。せっかちゃんはともかく、せっかちゃんは髪の色的に本当におばあちゃんに見えるわね。せっかもせっかもいきなり早朝に副総長なんて責任者をやって、さぞかし日頃のプレッシャーなり、責任なりに覆われて大変だろうに。ですが、私のところは全然平気ですよ。見てください。ことかちゃん、時間があるうちに次の会議に必要な最低限の知識と機材について教えてあげるわ。はい、ありがとうございます。今回は必要な知識が少ないから楽な仕事ね。私はそう思いませんか。頑張ります。ダメだ、早くなんとかしないと。アリシア基準で動いてるからあれはことかも大変そうだな。ですがやはり、皆さんにいち早くこの帝国に慣れてもらわないと。メリア、主命令だ。今日は休みー。違うです、ご主人。こうして無理やり帝国に休日を作った。だが俺の休日戦争はまだ始まったばかり。ここからが大変だったことを俺はまだ知らない。はい、ということで人の言いつけを破って仕事ばかりするこのメンバーと買い物をしようじゃないか。ご主人、あと1しようだけでもダメですか。ダメです。やーん、私は主様とお出かけは初めてだから嬉しいですね。それは単純にすまない。私は何も悪いことしてないのだけど。休みだと言ったのに朝から起こしに来てるんじゃないわよ。なんでお姉ちゃん、ソルちゃんはツクスタイプだからね。単純にそばにいたかったんじゃないかな。あーちゃん、とりあえず他の専属心や従属心の休日を守るために主である俺がしっかり管理する。ということで早速散策と行こうじゃないか。先にメリア。メリアは俺の横にいること。少し目を離したらすぐに仕事をしそうだ。バレてますね。最初は映画と行こうじゃないか。映画とは何でしょう。アリシアは地球の娯楽は初めてなんだね。なら見たらわかるよ。今回はどんな映画を視聴するんですかご主人。オミコロのうのさ、今かなり大人気らしいんだ。何ですか、その非常に不愉快な題名は。あ、なんかごめん。でもすっごく感動できる作品みたいだから俺も見たくてさ。いえ、リアルとフィクションは心得てますが、神コロのうのと言われたらなんかゾワってきません。うわ、本当だ、何も悪いことしてないのにターゲットにされてる気分だ。確かにエルコロのうのは嫌ですね。どうせならコロじゃなくて恋にしたら平和なのにね。エルコイ、みたいな。アリシアタンマジ天使。でもご主人、これ地上波アニメの続編らしいですけど、アニメは確認してるのですか。え、マジで、ビブリみたいな作品かとばかり。まあきっと楽しめますよ。大丈夫です、ご主人。ああ、何世代人気作品なんだ。新規で見ても面白いよ。あ、始まりますね。あーちゃん、暗くなったら喋ったりしたらダメだからね。じゃあテレパシー送るね。いいんだけど、何か違う。ああ、すごく感動したよー。
そうですね、ご主人、私たちは幸せになりましょうね。それにいきなり、青座が来て、お前も青鬼にならないか、って誘いを断るシーンはかっこよかった。いやー、うわー、みんな、とりあえずお昼だしご飯を食べよう。はい。どうだ、夜景は見える？はい、すごく綺麗ですね。いろんな光があって見てて楽しいです。普段はなんてことない高さだけど、乗り物になるというだけで不思議な感じね。帝国にもこういう息抜きができる設備はいるのかもしれないですね。アリシア、ちょっとごめん。よいしょ。今日はお疲れ様です、ご主人。今日は楽しかった。はい、とてもいい息抜きになりました。メリアやアリシア、コトカは特に忙しくて俺ともなかなか会うことすらできないしね。そうですね、最近はずっとソルテやみんなに任せっきりですね。そうだね、だからこそ、休みという時間は必要だと思うんだよ。メリアは特にだ、責任感が誰よりも強いからずっと走り続けてる。そうなのかもしれない、ですね。ならそんなメリアを無理やりにでも助けるのが俺の役目だ。今回は少し無理やりすぎたけどね。いえ、私も少し周りが見えていませんでした。そうですね、メリア様ずっとパト様に泣きついていましたからね。どうか休みだけは、みんなは休みでいいから私だけは。ってずっとすがりついてたもんね。そういうところは年相応なんですよね、メリア様は。もう、いいでしょ、そんな昔のことは。微妙だけどね。ご主人は意地悪ですよ、まさか命令をしてくるなんて。メリアは俺の専属心だからね、使える手段はちゃんと使わないとだろ。それにこれは俺のわがままだけど、普段からあまり関われない、メリア、アリシア、コトカ、ソフィア、ゲッカ、この5人ともゆっくり過ごせる時間が欲しいんだよ。もちろん、セッカ、カナ、ハク、ソルテ、ラルとも過ごせる時間は欲しい。帝国も大事だけど、俺はメリアたちも大事なんだ。だからその時間が欲しいんだよ。ご主人、パト様、パトさん。わかりました。ご主人にそこまでお願いされて無視したら専属心として失格ですしね。ですが、数名ずつです。今回みたいな一斉の休みはどうかご勘弁を。仕方ないね。みんなに均等に休みがあるなら俺はそれでいいよ。はあ、ご主人には構いませんよ。またどこか連れて行ってくださいね。任せとけ。その時はまた一緒に楽しみましょう、メリア様。私ならいっぱい都合がつきますからお供しますよ。アリシア、ソルテ。さすがメリア、人気者だな。はい、次の休みは3人で女子会しましょう。俺は。ごめんね、パト様。男子禁制ですよ。そういうことです。あんまりだー。ありがとうございます、ご主人。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。